5年ぶりの舞台となりました。役者にとって舞台というのは役者の在り方を学べるとても大切な、とても重要な場所だと思っております。日々舞台に上がれる喜び、楽しみ、そのありがたさを感じながら日々精進して最後まで気を緩めず千秋楽を迎えたいと思います。牧野忠之を演じます徳山英徳です。よろしくお願いします。以上です。花魁の恋名、そして長岡の友情、紅小壺二役をやらせていただいていますソニンです。とっても、素敵な最後の侍と言われている河合次之助に、惚れ込んでいる花魁二役ということで、毎回、侍たちが戦っている中で、ゆったりとしたちょっとこう派手やかな衣装を着て、ポツポツと、アクセントになっていればいいなと思いつつ毎回、舞台を一回一回楽しんで、やっております。河合次之助の妻お菅役を演じさせていただいております岡本玲です。激動の日本の時代のを紛争する旦那さんを支えられるよう日々頑張っております。皆さんどうかよろしくお願いします。久賀沢です。演出家のエヴァンは、現役のブロードウェイでバリバリやってる演出家で、日本で初めて演出するということ で稽古もタイトだったので、いろいろ僕もっとコミュニケーション取りたかったんですけども、中でも良かったのはエヴァンが日本語を覚えようとしてくれてて、でいろんな日本語を覚えてくれて、で僕一つだけ絶対覚えて帰ってほしいなと思ってたことがあったんですけど、それなかなか伝えられなかったので、今日ぜひムービーも来てるので後で言ってもらった方がこれいいかなと思って、ぜひエヴァンにはですね最後に全米も震撼したとこの日本語を言ってもらってですね、これはぜひともムービーの皆さんに押さえていただいて流していただければと思います。よろしくお願いいたします。全米も進化。全米も進化。大丈夫です。はい、ありがとうございました。辻元浩二です。エドワールド・スネル役をやらせていただきます。この話をいただいたときに、なぜ僕が外国人役をやるのかなと、160センチしかないので本当申し訳ないなと思いながらも、大丈夫かなとちょっと恐怖だったんですが、自分なりのエドワールド・スネルをやらせてもらえるような感じです。はい、頑張りますんでよろしくお願いします。個性豊かなメンバーで、稽古場でたくさん学ぶことがたくさんありましたので、本番で少しでも、多くのものを発揮できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。僕は市原さん演じる河合次之助の付き人役なんですけども、そうですね、公演、稽古と公演を重ねるごとに市原さん自身とも意思疎通ができてきて、今は袖にはけてくると水が欲しいのかタオルが欲しいのかだんだん分かるようになってきました。はい、千秋楽はなんか免許取ったばっかなんですけど送り迎えできるぐらいまで付き人レベルが上がればいいなと思っております。頑張ります。今回次之助と市原君ととても、バトルする役なんですけれども、毎日熱いストイックな市原君の面と、あと温かくて優しい市原君の面と2つ見れるので、とても楽しくやらせていただいております。皆さんご期待ください。よろしくお願いします。今回この作品において、自分の演じる岩村という役は、唯一のヒールだと思っていますので、自分がこの作品の中で、インパクトを残せるように、そして作品がより引き締まるように、これから頑張ってまいります。凌雲っていう役はすごいなんかこの作品の中でもすごい現代風に書かれている、言葉とかもすごい現代風に書かれていてすごくカジュアルな感じになってて、なかなかその時代の言葉とかが出てこないのですごいやっぱ難しい部分もあったんですけど、たくさんのキャストの方スタッフさんとかにこういろいろなアドバイスをもらいながらここの本番まで至りました。全力で僕は教えてもらったことを頑張りますので皆さんよろしくお願いします。
本当に今回はなんか小劇場から、来た人もいれば本当にいろんなところから集まったキャストのみんなで、どうなるんだろうなと思ってましたが本当にくんずほぐれつ、みんなで話し合いながら、いい時間を過ごしながら、稽古を重ねてきたと思っております。今回の作品は江戸時代の話ですが、まあ、現代にも本当に通ずるというか全く同じようなテーマがあると思いますので、ぜひいろんな感想を抱いていただきたいので宣伝の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。市原隼人さんに真っ向からぶつかれる喜びをかみしめながら一生懸命やりたいと思っております。ぜひお楽しみください。本当に素晴らしい脚本家の方と本当に素晴らしい演出家の方と本当に素晴らしいキャストの方、そして全てスタッフの方々、本当に素晴らしい皆さんでこうできたこのカンパニーに入れることが本当に幸せだと思っています。その中で役作りに関しては実際に新潟の長岡の河合継之助の記念館に行きまして、その館長といろいろ話しながら、もちろんエンターテインメントなのでそこを足したり引いたりどうするかは別にして、まずこの人物がどういう人物だったか、地元の人間にどういうふうに見られていたのかっていうのを実際に長岡まで足を運んでその空気を吸いながら一人で考えていました。あとはもう稽古場で何度も何度もこう繰り返しながら芝居を通して皆さんとこう呼吸を合わせていくうちに本当に信頼できる方々と一緒にできて本当に良かったと思える気持ちを、全てはお客様がこのカンパニーの本であり、全てはお客様のためにありますので、そのために何ができるか、日々本当に細かいことも変えながらいい意味で皆さんを裏切られる作品になるようにやってますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。市原君とはほぼデビュー当時、市原君のデビュー当時から僕は知ってるんですけど、すごいまっすぐだっていうイメージがあるんですけど、今回やっている河合継之助っていうのはまあ変人に例えられてるんです。で、まっすぐっていう言葉よりもそれを通り越して殿から見ても河合継之助がすごい憑依してて、あ、なるほど、市原隼人は変人なんだなといい意味でね、いい意味で変人なんだなって、それぐらいまっすぐなんだなっていう男気を感じます。はい。継之助は本当に思い立ったらすぐ行動な方なので、全く家に帰ってこない旦那なのですが、また変わり者と言われる旦那なのですが、その中で妻はきっとこの人のために家を支えたい、この人のやることを応援してあげたい、守ってあげたいって思うような、きっと男らしい責任感のすごく強い男性なんだったんだろうなと思って、はい、演技にもその面を、思いを出せるようにしています。そうですね、最初ブロードウェイから演出家が来て、この最後の侍という割と本当に日本のトラディショナルなテーマを題材にしてどう描かれるんだろうっていうふうに、すごく本当にいわゆるアメリカの方が想像する侍みたいな形をもしかして具現化されるんじゃないかなとかいうふうな心配もありつつだったんですけど、いい意味で裏切られて、というのはイヴァン自身がすごく日本の歴史に関してとても調べられて、で実際長岡にも行って河合継之助のそのさっき市原君が言ってた記念館に行ったりだとか、全てもう今回の演出で来日する前に去年来て事前にもうすごく調べて全部勉強してきてくださったっていうのがとてもなんか日本の、歴史だったり日本自体をすごく尊敬してくださってるんだなということを、私は最初感銘を受けました。そしてそこにさらに
アメリカのそのドライな部分をうまい具合に入れてくださったなっていうふうに稽古で感じたんですけど、というのは日本語を喋っていること自体は分からないですよね。でもその日本語の言葉ではなくって感情の流れだったりどういうことを伝えようとしているのかっていうその言葉だけではない流れをすごく汲み取って私たちに演出をしてくださるっていう方法がなんかすごくうまい具合にあったなというふうに感じました。一番私はこの作品に合ってるなとエヴァンが来てくださってとても良かったなと気づいたことはやっぱりそれこそアメリカそしてニューヨークという地で己の個性を生かす己の個性を信じて進むっていう思考が河合次之助とそのままそっくりで、河合次之助はあの時代やっぱりそういう己を信じて自分の道を進むっていうことはあの時代は多分すごく、まあ、変人と言われているような思われるような存在だったかもしれませんが、それとそのアメリカの個性を生かすっていうのがすごくうまい具合にあって、私たちにもなんか質問しても自分のキャラクターを出してくださいっていうふうに言われたのが私は印象的で、それがすごくいい具合に相まって、作品ができたんじゃないかと思っております、はい、The company here、in Japan, the company that you see in front of you is without question the hardest workinggroup of actors I've ever encountered. このカンパニーなんですけれども、私が今までに会ったどのカンパニーよりも皆さん非常に勤勉に一生懸命やられる方だと思っております。They're incredibly talented, as I think a lot of people know, but their work ethic and their commitment to these characters and to this story is.Unlike anything I've ever seen before. 非常に才能がある役者さんたちが揃っていると思いまして、それぞれの役に非常に入り込んでこの作品を作り上げていただけたと思っております。And I'm so proud of the work that they're doing and the production that we've built, and I'm so excited to be able to share it with audiences.大変この作品については今回自分でも誇りを持っておりまして、観客の皆さんにこの作品を見ていただくことを、期待しております。It was amazing. What you know? What are you gonna? What else needs to be said? He is so smart and so committed and so determined and he is our leader.Right, we all follow him onto the battlefield, so to speak. And we are here to serve these characters in this story, and we are also here to serve him. And he is an incredible leader in the rehearsal room and on the stage. 本当に隼人さんは素晴らしい方だと思っております。頭もいいですし、実際この私たちがやっている戦いの中でもリーダーの役、リハーサルのやっておりましても、リーダーを立派に務めてくれていたと言ってくれたと思っております、この一座とてもいい空気が流れております。すべてはお客様のために、ぜひ劇場でお待ちしております。ご足労いただきたいです。よろしくお願いします。